そうですね、やっぱ最初の方はちょっと緊張してたんですけど、まあ、最後は自分のプレーも結構安定して打つことができたので、まあ、良かったかなと思います。そうですね、あとアプローチとパターが一番良かったですね。やっぱ初めて の, その日本での大きなツアーなので、やっぱ緊張はしますし、まあ、自分のプレーが緊張してても自分のプレーがちゃんとできたらいいなと思います。そう、なんか初めはお姉ちゃんは出れるかはちょっと分かんなくて、で私にキャディーしてくれるっていう話になってたんですけど、まあお姉ちゃんも優勝して、まあ、2人で頑張っていこうっていう話はしてましたね。私もお姉ちゃんが優勝してるのを見てもう泣いてました、感動して。それは勝ちたいのは勝ちたいですけど。はい。はい、あと今、うん、今のインタビューで、はい、関ゆいりちゃんのファンになりました。ちょっと可愛かった。なるほどね。そうですね、インタビュー可愛かったです。あ、はい、キャプテン的なのはつまり本命は本命、はい、そうですね、じゃあ一瞬でちょっと虜になったゆいりちゃんで。おー、そうですか。楽しみにしましょう。、はい、そしてこちらもお二人の注目、関ゆいりです。2週間前のゴルフファイブレディースで優勝を飾りました関ゆーてぃん選手の妹です。ドライバーを振り抜きました。おー、ナイスナイス。フェアウェイぐらいでいくのかな。ピンに向かえるか関ゆーり。左に振り抜いて、おー、うん、ナイスオン。いいですね、右のちょっと奥、うん、関ゆーりはこれがパーパット。ナイスパスパ。そしてそうですね、うん、2人とも今年レギュラーツアーで優勝を果たしました。ちょっとこれは曲がりがない。前に行けば。これ、あ、これ大丈夫ですね。あ、そうですか。大丈夫そうです。ちょっとギリギリだと思うけど。そんなもんですか。はい。もうちょっと。うん。ちょっとあるかな。ちょっと左に巻いているように見えますが。左だ。そうですか。ここ、うん、カード道見えるんですけど、向こう側にみんな行くんで、もしかしたら逆目とか、ね、ちょっと、ね、はい、ライが悪かったかもしれないです。はい、ライまでね、見えない、はい。ここは粘りたい石油利。パッティングのテンポとかもお姉ちゃんそっくりだ。そっくりですね。ショートバッティング。そうですか。うん、はい。ささ。やっぱ兄弟って似てくるもんなんですかね。あ、そうだね。まあ、もしかしたらまあ人によってあるかもしれない。私はちょっとこういう打ち下ろしだったら目線を下げたいんですよね。へー、もう切れてこない、切れてこないですね。OK、関ゆーりもパーを取りました。おー、うん、ナイスです。うん、いいですね。はい、簡単ではありません、ボギーパット。うん、あ、よく我慢しました。はい、ショット。関ゆーりのセカンド。すごい良さそうね。
捉えてきました。これ一番いいんじゃない。ゴー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 。もうちょいか。あ、でもいいとこですね、うん、いいとこですね、うん、歩き方も姉ちゃんとそっくりですよね。そうなんですね。似てますね。あ、まだプレーオフに向けてパッティング練習を繰り返す伊藤真理奈。まあ、99% ってやつですね、うん、そうですね、はい、99.4 とかってやつ。グリーン上は関有利。おー、落ちない。ナイストライではありますが、わずかに及ばず。ナイスパ。尾崎パーの1アンダーでフィニッシュ、関有利。